はい、こんにちは、モルコです。はい、この間7月2日、スタートオーバーの初日のミーグリ行ってきたんですが、今回行ったのがまつりちゃんとゆいちゃんと、いとはちゃん行ってきました。なんですけど、今回結構枚数を取ったので、全部を動画にしようとしてちょっと結構内容大きくなっちゃうなと思ったんで分けました。今回はまつりちゃんとゆいちゃんのミーグリレポ話していきたいと思います。ちょっとレポと今回動画別撮りでちょっと変な感じかもしれないんですけど、見てください。どうぞ。では竹本ゆいちゃん一部3枚出しです。カンペ見ながらですいません。ゆいちゃんって言ったら、わーありがとう、ありがとねみたいな感じで言ってくれて、YouTube のって言ったら、うんうんって言って、生配信の家族構成の質問のやつしたの、その質問したの私なのって言ったら、あ、そうなんやって言ってくれて、答えてくれてありがとうっていうことを伝えたくてって言ったら、いやいや、質問してくれてありがとうって言ってくれて、私が、ゆいちゃんがその質問を選んでくれて嬉しかったってことを伝えたら、いやいや、めっちゃ盛り上がったよって言ってくれて、で、いや、なんか質問だけで結構時間かかっちゃって申し訳なかったって言ったら、いやいや、みんな真剣に考えてたよって言って、ありがとう、ありがとうね、ありがとうね、ちょっと訛りができないけど、ありがとうねって言ってくれて、でありがとうって終わりました。ゆいちゃんに直接話したくて、伝えられてよかったし、めっちゃ優しかったです。ゆいちゃん前も行ったことあるんですけど、久々で、今回はめっちゃリボンとかしててヘアアレンジしててめっちゃ可愛かったのと、あとはそこさくとかのイメージだと、もっとなんかなんでやねんみたいななんて言うんだろうな、おちゃらけてっていうか、そういう感じだと思ってたんですけど、多分私は何、ゆいちゃん推しじゃなくて常連さんでもないからと思ったのか、なんだろう、丁寧に対応してくれて、優しくなんか対応してくれてるっていうのが伝わって、嬉しかったです。ありがとうございました。じゃあ次、まつりちゃんのレポ話していきます。とまつりちゃんが一部3枚出しです。まつりちゃんって言ったら、モルって久しぶり、久しぶりって言って、リアルミーグリ行けるよって言ったら、おーよかっただとか、やっただかちょっと言ってくれて、ちょっとすいません、あんまもうまつりちゃん目にしちゃったらちょっとなんか飛んじゃって、私ちょっと覚えてないんですけど、あんまり言ってくれて、そう、そのままだから、そのまま言っちゃったんですけど、話飛んじゃって、話すこと忘れちゃったって言ったんですよね。あ、そうか、その前に、リアルミーグルで、やった、会えるみたいな話をして、そしたら、話すこと忘れちゃったって私が言ったら、まつりちゃんが、あれ、なんだろう、なんだっけみたいな感じで、こんな感じでやってくれて、なんかそれも可愛くて、嬉しくて、なんかちょっと盛り上げてくれて、でも、また来るねって言って、今日はいっぱい、枚数あるから、今日もすごい会いたかったよって私が言ったら、私も会いたかったって言ってくれて、来てくれるのは嬉しいよ、ありがとねって言って、また来るねって言って終わりました。はい、なんかね、まつりちゃんは何回も言ってるプラレなんですけど、久々で今日初だったので、なんかちょっとなんか緊張しちゃって止まっちゃいました。思考を停止しちゃいました。でも優しかったです。対応してくれてありがとうございます。では2部3枚出しのまつりちゃんいきます。まつりちゃんって言ったら、ダモルって言って、ヤッホーヤッホーって言って、まつりちゃんの丸眼鏡姿めっちゃ可愛くて好きって言ったら、本当にありがとうって言ってくれて、めっちゃ似合ってるって言って、ありがとうって言って、リアルミーグルの時何着ようとか、どんな格好しようかとか決めてるっ
って言ったら、うん、まだ考えてないって言って、じゃあ楽しみにしてるねって言って、うん、楽しみにしててって言って、ね、ありがとう、うん、ありがとう、またねー、またねーって終わりました。じゃあ次、3部3枚出しです。まつりちゃんって言って、もるって言って、ここにあのリボンつけてたんですね。1部2部ではなかったんですけど、なので、あーと思って、あ、なんかついてるって言ったら、あ、そう、ハーフツインにしてみたって言ってこう見せてくれて、そしたら、そしてで、かわいいって言ったらありがとうって言ってくれて、実はまつりちゃんともっと仲良くなりたいって思ってるんだけどって言って、うんうんって言ってくれて、そしたら、松田の女になってもいいですかって言ったら、すごい目を細めて、うーんってなって、私の女になっちゃうの、もちろんって言ってくれて、あの、やったーって喜んだら、モル大好きだよ、よしよしってやってくれて、なんかちょっと目を細めて、なんかトレンディー風というか、ちょっとイケオジ風というかな感じでやってくれて、で、もう、わーってなって、あー、ありがとうってオタクの話しちゃってで、またね、ありがとうって終わりました。では次、4部3枚出しです。まつりちゃん、もるー、やっほーやっほーって言って、あのさ、ずっと気になってたことがあるんだけどって言ったら、うんうんって言ってくれて、なじ恋の紐ってどうなってるのって聞きました。あの、前回ね、前回前にひかりちゃんに聞いたんだけど、ちょっと時間なくて詳細が聞けなかったんで、ちょっとまつりちゃんに聞きました。そしたら、なぜ恋の日も、ああ確かにねって言って、なんかまつりちゃんも、あ、どうなってるか気になるよねみたいな感じなリアクションしてくれて、なんかあれは順番と、あとうまくかりんの腰に持ってくようにしてるって言って、なんかこううまくこう説明してくれてて、で、あ、そうなんだって言って、うん、なんかそう、順番が大事かなって言って、すごい手でなんかうまく話そうとしてくれて、あ、そうなんだねって言って話してるうちに終わりました。でも、なんとなく、あ、そうなんだと思って、順番でやると絡まらずに済むんだって解決しました。はいじゃあ次、4部5枚出しまつりちゃんです。まつりちゃん、もるー、やっほーやっほーって、さっきはなぜ恋の紐のこと教えてくれてありがとうって、ちょっと途中でなんか切れちゃったんで、あの、ありがとうって伝えて、うん、なんかうまく伝えられなくてって言ってくれたけど、うん、全然分かったよって言って、で、私がよく絡まらないなと思ってだからさって言ったら、またじゃあほどく時とかはちょっと絡まっちゃうこともあるけどって言って、で、そうなんだって、ありがとう、あと、まつりちゃんの宮崎弁聞きたくて、あんまり聞いたことない気がしてって言ったら、そうだよねって、なんかちょっと困りながらも、なんかその宮崎弁の訛りが難しいっていうことを、なんとかちょるみたいなゴミが、そんな感じで伝えてくれて、ちょっとなんかもう早すぎるし、ちょっと私も聞き取れなくて、ちょっとあんまり、正直あんまり覚えてないんですけど、すごいなんか達人ベロ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 これで話してくれて、で、なんかこんな感じかなって言ってやってくれたから、かわいい、ありがとうって言って思いました。めっちゃなんか困りながらも、うわーって言ってくれて嬉しかったです。はい、で、次、5部3枚出しです。まつりちゃん、もるー、やっほーやっほー、あー、束ねてるって言って、まつりちゃんの髪の毛が、あの、全部が束ねてる髪型に変わってたので言ったな、そう、全部まとめてみたって言って、こうやってまた髪型を見せてくれて、で、かわいいって言って、で、まつりちゃんの日向坂と乃木坂の推しメンっているって聞いたら、って言って、でも日向さんだと、だったらミレイさんとかって言ったから、わかる、私もって言って、え、わかるって言って、うん、一緒だって言って、あーって終わりました。はい、なんか
推しメン聞いたことなかったんで、あの知れてよかったし、なんかミレイちゃんって聞いてちょっと納得というか、あー確かにちょっとまつりちゃんに似てる要素というか、元気なとことかしっかりしてるとことかちょっとなんかね似てる雰囲気があるから、あーそうか納得だなって思います。はい、次5部2枚出し最後です。まつりちゃんモルって言ってヤッホーヤッホーって今日これで最後なのって言ったら、うんって言って、うんありがとねって、で私も本当にありがとうって言って、次はリアルミーグリでって言ったら、うんって言って、楽しみにしてる、うん楽しみって言って、で本当にありがとうありがとねって言って、お疲れ様って言って、またねって言って、まつりちゃんとは終わりました。はい、はい、ということで今回のミーグリレポ以上です。今回はね、私にしてはすごいたくさん撮ったので、たくさん話せて、よかったなって思います。ほんといざ話そうってなると何話したらいいんだろうってなったけど、でもなんか聞きたいこと聞こうって思って聞いて、そこからねちょっと話が広がったりとかして、たくさん知りたいことも知れたし、元気な3人の姿見れて本当に話せてよかったなって思います。そうだね、もう私は今回ミーグリオンラインはこれのみなので、次はまあ松井ちゃんだけですけど、リアルミーグリで会えるの楽しみだなと思いました。では今回の動画以上になります。見ていただき本当にありがとうございます。よかったら高評価とチャンネル登録コメントお待ちしております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。